はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。今日はちょっと説明してあげてください。あのですね、あのハゲハゲね、ハゲにね、ハゲにあのドッキリ、うん、あいつちょっとあの虫嫌いで、そうですよ、やろ、虫嫌い、あのリアクションがちょっともう見たくて、うん、別々できたんだけど、もう急遽ね、あのおにぎり、あのコンビニとかで買ったおにぎりをもう俺たちが握った手にして、うん、その中に虫を入れてあいつに食わそうと思う。だみんないっぱい来る、いっぱい来てるやん、みんないっぱい来てて、うん、他のメンバーも遅れてきてる、谷田君と一緒に遅れてきてるんですよ、うん、でそこでちょっと他のメンバーらにも 俺は特製のおにぎりを握るっつって、まあ、その時点で勘ぐるけども、うん、その中に谷田君のおにぎりの中には虫やろ、あれ虫、本物の虫なんか、あれあの幼虫系、うわ、生きてんのか、いろんな、いや生きてはないけど一応まあ食用食べても大丈夫だよ。あ、いけるいける。あ、谷川君は多分最初はキョロキョロするけどそんなに意味分からへんと思う、うん、で前のネベアの時と一緒で、あ、まあまあまあね、これが虫って分かった瞬間の谷川君がどんな反応するのか、うん、今日はね、だからそのまあ沖縄に来てるから別荘みたいなの貸し切りしてて、うんうん、ちょっと今日バーベキューとかするんですよ。でここの場所で何本か多分あのドッキリ系を撮っていくと思うんですけど、うん、まあちょっとあのこの企画は俺の中でどうしてもやりたい、うん、谷川君に対して本気でかけたいドッキリなんで、うん、やらせなし、やるやろ、まあどうなるか分からへんけど、まあそれでも今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。よし、あこれ絶対出れる、砂味噌の中に一緒に召し上がるから絶対おれへんから。ちなみに虫ってどれや。沖縄のおにぎりでっかいな。でっかいでっかい。これの梅が美味しいですよ。梅で、ここに見て、虫でや、虫で、やべやべ、どれどれどれ、待って待って早く、じゃあカメラ早く出せ。これ開けてみて、開けてみて、開けてみて。え？虫。その。どんなどんなどんな。これやばいよ。ええ。ええ。うおお。ねえ。うおお。ちょっとうお。ユスケ。ユスケ。入りいける？入りいける？手分かれへん。キグちゃん、これキグちゃんが握って、キグちゃん、キグちゃん、キグちゃん、もうちょっと戻した方がいいっすね。それか、私の握るか、俺が握るか、え、いや、そう、おにぎりね、そうだ、言ったらまだ俺がやれへんとか言われるから、キグちゃん、食べたかった。じゃあ、じゃあ、味見として、はい、こぼしすぎ、こぼしすぎ、やばい、いや、俺もう無理やった。うまい、うまい、うまい、うまくない、うまい、ちょちょちょ、ちゃんと握らないから、マジで、じゃあ、外はめてるから。おぉ、じゃあ、うまいよ。おぉ、で、こういうのもなんか普通に出しとくわ。ああ、そうやな、カモフラージュ、カモフラージュな。どうすか、キクちゃん、出来栄えは、うん、もともとそんな色ですもんね、うん、こんなの入れられちゃう。ああ、白いの、どっちにどれに入れる。あ、一緒、あ、これとこれちょっともうくっつけていい。絶対くっつけて、バレるって。バレない、バレない、バレない、バレない。そんな大きいおにぎりだ、バレ見たことないから。でもそれもうマンブルしか食べれる人いてないですよ、そうなったら。この子は余裕とか変な、でかいのに落ちたのいくんすか、それ余裕で、余裕。え、見てくれ、これ何だった、え、泣きそうだった、サナギ、サナギ、サナギ。見てみれば、これ多分ゴキブリとかだろう。いや、それ、うん、うわ、もうこんなの入れてくからよ。でこれとかもいや、みんなこれ言いますけど、食で遊ぶなって言いますけど、言っとくけど、これちゃんと食べるから。食べます、全部ね。結局食べたら別に遊んでるわけじゃないからね。しかもこれ食べれるやつやから、もうそう、食用やから。そう、じゃあこんな人に限ってるから見るわけよ。そうやね、もうみんなからしてみんなそう、気になってから見るんだろ、でアンチしてくるんだろ、みんなありがとう。それいけるんすか、ほんま。まあ、こっちも大きいから。あっちも大きいから大丈夫。でっか。見て、ちょっと見て。じゃじゃじゃん。あ、これ全然バレへん。全然バレへん。おお。バレへんけど、怪しいけど。まあまあまあ。いや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 。いやどうですか、この沖縄の別荘。オーシャンビューですね。オーシャンビュー。うん、オーシャンビューどうですか。しかもちょっとこの夕日がこう、わかる。うん。シサーセットの雰囲気、こうわかる。はいはい、最高ですわ、この コバルトブルーの海が ね見えるところで。真っ赤やね、海が。真っ赤ですわ、これ。真っ赤っかの。ねえ。そんな海ないですわ。うん、うん。しかも、レッドブルーですわ。レッドブルー、海に直結してるんですよ。そうやね、ここ。下行ったらな、そのままジェットバーッとか言うから。マジでのプライベートビーチ。僕のクルーザー、シャー止めてるんでね。ちなみに。大丈夫？大丈夫。まあ、ちょっと今日はこの後でちょっといろんな、ね、中とかも紹介していくんですけど、うん、まずこの最高な景色で、はい、ね、ご飯食べてくれる、はい。そうですね。
まあ、食べていく企画をやりましょうと。これ、キリちゃん、結構有名なとこのおにぎりなんですね。何やの？じゃあ、めっちゃ、すごないこれ。あの食べてこれ食べて。あ、食べていいですか？うん、全然いい。あ、いただきます。もう、乾杯だけしよう。はい。あ、これ、あ、そうなの。乾杯しよう。乾杯。やばい。キクちゃんもなんかもう いっぱい下がって。ずるいね。下がったの。もうその力が。じゃあ。まずこれ飲みようかして一気しよう。一気。えい。あ。ちょっと噛みすぎて。食べた。マンブルさすが。うまいわ。まだで。こうソフトドリンクを一気してからの。ご飯を半分いく企画、うん、全部いこう。どうだった勝負。あ、うん、何これ、うん、あ、うまい。何これ、うん、歯が取れた。何だこれ、歯が取れた。歯が取れた、うん、おいしい。歯が取れた。うわ、ほんまや。え、キクちゃん、どうしたんですか。あかんってか。ご飯来たい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 。もうトマトにしたい。ハゲご飯お前ご飯無駄に積んだらうじうじまいとる。うしほら、誰か中見て。じゃあほんまにだってだからよ、外におったおったやつ木の下に。やばいって。マーブル行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 って。やばい。やばい。これは、これはやばい。いや、食べれ。沖縄の場所見せれや。誰食べるよ。どうしたんすかそれ。もう行くよ、俺。何これ。いて。いや、ナンブル行くよ。それでこれ、お母さん、いや、あの、多分釣りする人が忘れていたやつ。下にめっちゃ重い。ワームがいっぱいあるんだけど。味どうよ、味。味大丈夫。マンブル、そう、マンブル。だって、マンブルのやつはちゃんとツナとか入ってますから。うん、あ、味噌も入ってるけど。うん、ツナ味噌。おかしいね、うちのエース。俺 YouTube やからな。おで、タイヤ君誰だよ、お前。誰だよ、言ってくれ。誰だよ。 YouTuber だ、バカ野郎。見とけよ、てめえ。行った。おい、大丈夫や。ほんま、ほんまに岸のとこにめっちゃおってほんまに、ブロックそれは言ったんだよ。ブロックの下に、なんかめっちゃ、ヒゲだよ。YouTuber! どんな、本当に。ちょっと待って、おい。これ叩かれるぞ。やばい。食べた、飲み込んだ。はい。おい。正直な話しようか、じゃあ。はい。中身の話しましょうか、最後。え、正直。はい。食用の虫でした。その辺におるもんじゃなくて、家中は買ってきたわけよ。俺じゃないかよ。それやる、それ買ってきたら、いや、これちょっと待ってきて。買ってきたら、なんかしな、しゃあないやん。お前な、悪いやん。いや、チャンス。俺もいいよ、別に。な、ここ何で悪者にすんよ。いや、ずっとそこ座ってますけど、そのデブに言われたんですよ。そのデブに。いや、買ってきたお前だろ。お前しか買ってない。朝並べと言われて、朝ドン・キホーテに並んで、朝9時から。悪いな。そうっすよ。ちょっと、もう最初の段階で、ちゃうね。俺がもう笑いそうだって。だからよ、あれよ。もう考えてるよ。ずっと考えてるよ。だから最初、おにぎりってバレてるから、
あのソフトドリンクの一気で沸かしたんですよなるほど。でもあれもちょっともう怪しくてでも最初で翔くんに言ってたけど絶対笑わんでよくて、うん、もうあの谷谷くんが全部食うまで笑わんでよって言ってたのにもう最初から笑ってまた全くもう感動に出して、うん、ダメだな。じゃあお前食えやこれ最後。お前おいどどったろ。いやいや、どこれエンディングや。どこから拾ってきたんですか今それ。したしたした。あのお茶今落ちてたの。悪いなマンブル。なんで？こんな。お前ゴリンじゃん。けな。うん。こ、うん、これ早いけ。いっぱいこぼしとったでしょ。バブ早く行け。こんなん余裕ですよ。行けバブ。シャミ全然できるよ。もう全然ね。どんな味なん？なんかお前目おかしい。うん。どんな味ですか？どんなどんな感じ？どんな。幼虫ほんま、ほんま幼虫なの。幼虫なのうん、幼虫なんかってバブバブバブいいどんなどんなどんなんか言うどんなんしかもこれ本当にあれがないんじゃないかうん俺が落としたやつ。隙間に落ちちゃったものとかじゃないか。うん、じゃない。俺が落としたやつ。独特だ。ああ、ね、今折ったのが下に落ちたやつじゃなくて、うん、自然のものと。自然のものじゃないか。違う違う違う。佐藤君どないしたん。ちょっとなんかやってんやろ。でないくん、あかんって肩出てるって。もうこんな客ばっかりほんまに出ないくな。ほんまな、トラウマなんでます。でじゃん。でじゃん。